こんにちは、なぐもと店です。今日も動画を撮っていこうと思います。えっ、ー、と、なぐもと店では先週の金曜日から4日か昨日の月曜日まで、疑難の手巻き時計のセールをやらせていただきました。ありがとうございます。えー、手巻き時計は、まあ僕、すごく手巻き時計が好きなんですけども、まあやはり世の中では手巻き時計ってめんどくさいのかな、えー。僕がこう思っていたほど皆さんにこう指示されなくて、まあ自分の 伝える力がまだまだだ足りないないとか、えー、手巻き時計という,こう時計機械式時計本来の味っていうのをまだまだ伝えられてないなというふうに思ったので、えーまあ、今回あの気になったけど買わなかったという方はもちろん結構いると思うので、えー、僕はこの手巻き時計の音の良さとか手巻き時計なら,ならではのシンプルな見やすさとかあと裏スケルトンなので今回の時計はね えー、機械の美しさとか、そういうのをこう、もっと多くの人に伝えていきたいので、また、秋頃かな、あの、ギナンの手巻き時計、まあ、まだ売っていたらになるんですけども、手巻き時計がね、年々減ってるんで、まだその時も一生懸命、ギナンさんが作ってくれていれば、えー、ギナンの手巻き時計を皆さんにもう一度ご紹介、熱くしたいと思いますので、よろしくお願いします。この度は、 ありがとうございましたまままたたお願いしますあそう、またえー、来週か再来週ぐらいかな、えー、こんな時計いいよっていうのでおすすめしていきたいと思いますので期待してて、えー、ブログとか YouTube 見てください。よろししくお願いします